最近イズマは僕に隠れて勝手に国を操ろうとしている。この悪い癖を僕は前からやめさせたかった。つまりなんだい、食べ物を買う金もないってことを言いたいわけかい。はい、そうです。はん、納税は義務だよ。そんなに嫌ならこの国を出ておゆき。はい、おしまい。連れておゆき。次。しかし、わかりました。ずずしいやつだよな。ほんとよ。あ、いや、あら、王様。あらまたやってたな。やってた。やってた。やってたって何を。僕の仕事だ。王様は僕だ。お前は相談役だろ。忘れたのか。でも私は王様に代わってつまらない農民の問題を処理していただけで。それにしてもなんだこの顔、すごいシワ。肌年齢は200歳。うわ、何か挟まってる。おい、歯ぐらい磨けよ。ちゃんと聞いてます、クスコ様。おい、触るな。触るんじゃない、触るなよ。失礼します、王様。例の村長が参っておりますが。わかった、通して。ところで、あんた首ね。首？首って何？首知らないの？頭と体をつないでるところ。でもこの場合は、つまりお払い箱、用なし、もしくはバイバイ、あるいはアバよ。以上。でも私は、しかし王様、私はずっとこの国に忠誠を尽くしてまいりましたのよ。何年も何年も何年も。あのね、長けりゃいいってもんじゃないの。長くていいのは夏休み。あれ、ここに座ってる人誰？はいはい、イズマ。それはイズマです。はい、正解。クッキーあげる。やった、クッキー大好き。はい、大丈夫、立って立って。イズマ様、これ大丈夫です。いいよ、通して。どうも王様、呼び出し状をいただきまして。待ってたよ村人くん。あの、パーチャと申します。今日は一体どんな。パーチャ、そうそう、君に会いたかったんだよね。私に。僕の悩みを解決できるって聞いてね。僕の悩みを解決してくれるよね。もちろん、できることがあれば。よしよし、その言葉が聞きたかったんだ。この帝国にとって君の村がどれだけ大切か分かってるかい？我々の作る穀物が王宮で使われていることは存じております。それからラマも育てて。うちの村？そうそう、お宅は丘の上に可愛い家を持ってるね。そうだろう？ええ、我が一族は6代にわたって丘の上に住んでおります。そう、それでどう？一番日当たりがいいのはどこなの？そうですね、この林の向こう側でしょうか。日の光が尾根に刺すと鳥が歌い出して、そりゃもう美しい眺めです。よし、問題解決。本当に？うん、悩みが解決した。どうもありがとう。それだけ？それだけのために私を。プールの場所を決定する前に関係者の意見を聞きたかったんだ。まあ、プール。オーイエー、僕専用の究極の夏のリゾート、ウォータースライダー付き、その名もクスコリゾート。何ですって？最高だね。僕から僕へのバースデープレゼント、おめでとう僕。ありがとう僕。でもそんなお話聞いていませんが。そりゃそうさ、だって明日の僕のバースデーパーティーで発表するんだもん。君たちの村を取り壊してクスコリゾートを作るぞって。てるるるるるてる。なので帰りに窓口で転居届出しといて。では我々はどこに住めば。わかんないし興味ない。待ってください、そんな。君の村にクスコリゾート作るんで、よろしく。バイバイ。ちょっと待ってください。楽しみ。この国では何もかも僕の思い通り。と思ってたのに。